前回も荒すぎ。あの、レギュラーメンバーが、久しぶりに参戦するこの実況。まずは、米原駅に着きあの車両が見たかった、新幹線基地へ。そこで長い解説を飛ばした後、次は大海鉄道へ行くようだ。そして、彦根駅に寄った車両が降臨し、その後はみんな知ってるあの場所へ。それでは後編を始めな。当先輩機嫌悪いんですか。着いた、ここで間違いないな。ここが、先輩が行きたかった有名な場所。そう、俺も初めて行くんだけど。あ、先輩も初めて行くんですね。ここは彦根付近に着いたら、ぜひ行きたかった場所。そう、それはみんな知ってる。彦根坊。あ、先輩なんかありましたよ。俺もかっこいいセリフが。というのは気にしないで、やってきたのが彦根坊。この彦根坊を一度見たくて、今日やってきたのだ。彦根城、これは初めて見ました。ちなみにこれは誰が建てたのですか？ああ、この彦根坊の築坊主は井伊直継。徳川家康の中心、井伊直政の息子って書いてあるぜ。この人は確か江戸幕府の開設に大きく貢献した徳川四天王の一人でしたよね。お、おうよく知ってるな。ではこれから彦根城の周りを探索するけど、俺は城については全然詳しくないのであまり詳しい解説ができないのは許してくれ。まあそこは理解しているんですけど、これで本当に大丈夫でしょうか。できれば城の解説者を呼んだ方が。呼んだか。呼んでないです。おい。今のは一体何だったんですか？いや、気にしない方がいいと思うぜ。それより、早く先へ進むぞ。ここから撮影した順番は全てバラバラで実況するぜ。まあ、撮影した順番を忘れただけでしょうね。くさ。まずこれは、鐘でしょうか？これは二方鐘といって、築坊当初は鐘の丸に設置され、農家に時を知らせていた模様。あと本丸かの太鼓丸から、毎日決まった時間に鐘の音が聞こえるらしいぜ。ちなみに、大晦日は彦根城で、除夜の鐘をつく集いがあるそうです。ここで、彦根城の中を見学できる場所があったから入ってみたぜ。そして今は展望が映っているな。で、さっき入ったところとは別の場所にまた見学できる場所がありました。あと、足が、寒いです。まあ床が冷たいのは確かだな。でもそう考えると、今の時代はいろいろあるな。昔は暖房なんてなかったし、そんな贅沢するわけにはいかなかったようだからな。確かにそうですけど。今写っている写真は彦根城の周りだな。周りにある山の他に何か橋が見えていますね。あの橋については置いといて、その反対の方を見てみな。え、反対。で、あれは私が見たかった。ビビビビワコじゃないでですかかか。一旦落ち着け。ここ、彦根城から見下ろしたら、俺たちが見たかった琵琶湖が。私は今日の目的が一つ、達成できてよかったですよ。そうだな。今日中に琵琶湖を見るのが一つの目的に入ってたからな。にしても琵琶湖ってこんな感じだったっけ？久しぶりに見たからやっぱりわからんな。ちなみに彦根城の中で撮影した写真がこちら。さっき、鳥っぽいものが飛んでたような気がしたんだが、気のせいか。いや、多分それさっき飛んでいた鳥で間違いないはずなんですが。いや、気のせいだろ。琵琶湖を撮り終えて最後に城の一部を撮影。これで彦根の狼付近の見学は全て終わったかな。じゃあ先輩、これからどうするんですか？まだ彦根城で見たいところがあると思っているんですけど。ああ、これから下に下って次は別の場所を探索するぞ。もちろん彦根の付近にな。なるほど、それは気になるしかないですね。下に降りるときに何か坂道みたいなものがあったぞ。その奥にはさっき上から見た山が見えますね。この周りは山に囲まれているんだろうな。あと先輩、一ついいですか？お、どうした？なんでこんなに写真がぼやけているんでしょうか？そこは大人の技能があるんだよ。はい、無事に彦根城の下に降りてきました。途中、階段が怖くて危なかったのでワープを使いました。ワープイコールカット。こっから彦根城の周り付近を探索するぞ。では早速、彦根城の周りを探索しましょうよ。と、その前に今、別の場所であるイベントがやっているんだ。そのイベント場所を先に行こうと思うぞ。え、その目的地って、この場所から結構歩くんですか？いや、そこまでは知らんけど。でしょうね。まあここで長話してもしょうがない。では早速あるイベント場所へ行こう。先輩本当に大丈夫でしょうか？おい、ライボールが。心読まないでください。よし、ここで間違いないな。ここがあるイベントがやっている場所なんだがな。確かに人が多いですね。前に一体何があるんでしょうか？あ、せ先輩、あれは。お、これは。ヒコニャンじゃないですか。急にスローになるな。このヒコニャンは彦根市のご当地キャラクター。よく見ると頭にカブトが被っているな。え、それはダジャレですか？違う。まあそれは置いといて、ヒコニャンからいいな。ちょっと私は写真撮ってきますね。おう、了解。よし、最後はこの場所で合ってるな。ここはどこですか？ここは元気遊園といって、彦根市にある旧大名庭園だ。
国も特別史跡、彦根宝石目域らしいぞ。ああ、この場所確か2015年に日本遺産に認定されたって師匠から聞いたことが。師匠からこの場所について聞いたんだな。いやもう師匠といえばあの車両しかいないんだけど。そして玄宮園から先ほど登った彦根宝が見えるな。この景色、なんかいいですね。もう一枚ここから写真撮ろうかな。あ、そういえば桜の季節になると玄宮園と桜のコラボが見れるらしいぜ。そしたらいい写真が撮れるとか聞いたことあるな。と言ってもこの撮影日は冬ですけどね。桜の季節はまだ先だな。そして今、俺たちは玄宮園の橋を渡っているぞ。このまま左に進むと駐車場に戻れるみたいだぜ。ということはこの向こうの橋を渡ると彦根城付近探索は終わりってことですね。まあ他にも行きたいところはあるんだけど、そうなると戻る時間遅くなるからな。でもまた彦根城に来る予定は考えているけどな。あと今度行くときに桜が咲いている時期に来れたらいいですね。そうなると予定が厳しいな。そして最後の橋を渡り終えてこれで彦根城探索は終わり。これから彦根駅に戻るけど、どこか行きたいところはあるか。私はさっきあったお土産屋さんで欲しいものがあるんです。その場所に行って皆さんの分用にお土産を買いたいです。もちろん俺たちも分も買いに行こうか。はい、では行きましょう。ああ、足が痛い。お土産を買ってこれから大阪方面に戻るぜ。にしても彦根駅の時刻表見て驚きましたね。昼は新快速1本しか来ないとは。てか、15時台だと列車3本しか来ないんだな。俺新快速もっと来るかと思ったぜ。でも夕方台は新快速2本来るみたいですね。そして会ってきたのは新快速万州屋広域 &223 系だ。これに乗って大阪方面に行くんですね。ここから先は長いからどこか席空いてればいいんだが。まあここは先輩の運次第ですね。とりあえず乗車したぞ。そして今いるところは彦根駅を出たところにいますね。本当は彦根駅からの展望を撮りたかったけど人が多かったからそこは許してくれ。いや、私は彦根駅から出たところにしか行ってないんですけど。ああ、やべ。あ、先輩寝ましたね。でも、この後の実況はどうすればいいんでしょうか。そして今いる場所はわかりませんが順調に進んでいます。にしても琵琶湖線の反対に湖西線がありましたね。隣の湖西線は京阪も走っているって聞きました。京阪電車ももう一度乗ってみたいですね。まあいつ乗るかはわかりませんが。多分大丈夫じゃなさそうですね。ここらどこだ。あ、起きた。いや、ここらどこなんだよ。あと俺いつの間に寝ていたのかよ。まあ先輩は起きるまで爆睡していましたね。マジかよ。あとここは大阪駅過ぎたところですね。俺たち今ここにいるのかよ。俺、大阪駅で起きて挨拶を終わらせようと思ったんに。単に？まあ、もう特に言うことないから挨拶して動画終わらせようぜ。そうですね、この先動画撮ってないですし、あとこれ以上言うことないのでね。オッケー、では最後に、チャンネル登録と高評価、よろしくお願いします。前編後編最後までご視聴いただき、ありがとうございました。それではまた。あと先輩、一つ質問なんですが。お、一体どうしたんだ？次回の鉄道旅は、京都鉄道博物館に行きましょうか。すまん、それはもっと先になりそうだ。